一塗りで口元を鮮やかに彩り、自由に印象を変えられる口紅。ケイト・セザンヌ、チフレなどのプチプラから、シャネル・ディオール・イブ・サンローラン・エルメスなどのデパコス、ロム&ヘラなどの韓国コスメまで多くのブランドがあり、メイクには欠かせない定番アイテムです。カラーバリエーションや質感も豊富で、一体どれを選んだら良いか迷ってしまいますよね。そこで今回は、Amazon、楽天市場、Yahoo ショッピング、コスメショッピングで、売れ筋上位の口紅34商品を比較して、最もおすすめの口紅を決定します。比較検証は以下の4点について行いました。発色の良さ、質感の良さ、落ちにくさ、塗りやすさ。果たしてどの商品がレモングラスが選ぶ最強のベストバイ商品なのでしょうか。口紅の選び方や崩れにくくするテクニック、プロが教えるアレンジ技まで徹底解説。ぜひ自分にぴったりの一本を見つけてくださいね。リストの最初の製品は、ロム&ゼロマットリップスティックイファミリースク。ロム&の口紅は何も塗っていないような軽いタッチ感をアピール。ツヤを抑えたマットな質感ですが、引っかかりを感じずにスルスルと伸ばすことができ、口角や唇の山などの細かいラインもスティック1本で縁取れます。夕暮れをイメージしたレーゴイブニングは血色感をプラスしつつ落ち着いた印象演出。ふわっとぼかしたような愛らしい唇に仕上がるだけでなく、保湿感のあるつけ心地で唇の縦じわが目立たなかったのも魅力です。落ちにくさの検証では、1回目のティッシュオフでもほとんど色落ちせず、2回ティッシュオフした後でもつけたての仕上がりをそのままキープ。歌い文句通りの仕上がりで高い色持ちが期待でき、誰でも簡単に綺麗なリップを作れる点で、レモングラスが最もおすすめできる口紅です。2番目の製品は、リップスティック資生堂。サテンマットシアーの3つの質感と60種類の色から選べる、ナーズリップスティック。検証で使用した、サテンタイプは唇にフィットしやすい、控えめなツヤ感で、カジュアルにも、フォーマルにも使いやすい質感です。ティッシュオフすると、唇表面のツヤ感は消えてしまいましたが、つけたての色味はそのままキープ。全体的にうっすらと、ティッシュに色移りする程度で、ツヤタイプながら、高い色持ちの良さを示しました。滑らかな塗り心地で、色ムラができることなく均一に伸ばせる点も魅力。先端のカッティングがシャープなため、唇の山などの細かい部分はブラシで描くと綺麗に、仕上がります。赤みブラウン系の2912マイルドワインは少量でしっかり色づきながら自然に肌に馴染むのでブラウンリップ初心者でも使いやすい一本です。次の製品はリップモンスターカネボー化粧品。唇から蒸発する水分を活用した密着ジェル膜処方で長時間の色持ちを謳ったケイトリップモンスター。落ちにくさの検証では上唇の中心の蜜やが失われてしまいましたが、ティッシュで2回オフしても、色味と唇全体のツヤ感はそのままキープできたのが、好印象です。プルンとしたジェル膜が唇に密着して、縦じわを補正し、フレッシュ感を演出します。レーゴダークフィグは、イチジクのような赤褐色で、こなれ感のある立体的な唇を演出。体温で滑らかに溶けるテクスチャは、伸びの良さに優れ、重ね塗りしてもムラが全くできません。潤い感のある仕上がりと落ちにくさが同時にかない、マスクメイクでも思いっきりツヤリップを楽しめます。次の製品はディオールアディクトリップスティックパルファン、クリスチャンディオールジャポン。新たな装いに生まれ変わったディオールアディクトリップスティックはデザインが異なる4つのケースにカスタマイズできます。唇に当てるとバームのようにとろけ、唇が乾燥しやすい人でも使いやすい質感。口角や唇の山も縁取りしやすく、軽くストロークさせるだけで均一に色づきます。プルンとしすぎない自然な仕上がりで、世代を問わず、使いやすいツヤ感も魅力。727ディオールチュールは柔らかい色合いの、
ブラウンにほんのりピンクを足したカラーで明るく愛らしい表情に仕上がります。計2回のティッシュオフで表面のツヤ感は取れてしまいましたが、唇には色味が残ったため色持ちの良さは期待できるでしょう。リストの次の製品はルージュアンリミテッドマット日本ロレアル。シュウエムラルージュアンリミテッドマットはクリーミーで軽い塗り心地が特徴。色付きが良く、ソフトタッチでスルスル伸ばせるため、少量で柔らかい印象のマットリップを作れます。指でポンポン付けして可愛らしく仕上げたり、発色の良さを活かして印象的な唇に仕上げたりと、付け方次第で様々な仕上がりを楽しめる点も魅力です。ブラウン系の MBR785 は、唇にのせると赤みが強く発色し、深みのあるくすみ、レッドリップを探している人におすすめなカラー。ティッシュで押さえることでパウダリーなマット感が増し、計2回のティッシュオフでも付けたての色味をそのまま保つことができたので、高いフィックス力が期待できます。次の製品は、リップスティックエルクジャパン。マックリップスティックは、ブランドを象徴する定番リップ。ツヤが唇表面にほんのり残るような質感でマット感が強く出すぎず普段使いしやすいのも嬉しいポイントです。人気ナンバーワンのマラケシュは温かさがありながらエッジの効いた印象に仕上がるレッドカラーで肌馴染みの良さも長所と言えます。柔らかいテクスチャは際の調整がしやすく初心者でも難なく使える印象。1回目のティッシュオフでは表面が均一に落ちましたが、2回目のティッシュオフでは、うっすらと色落ちする程度で、高いフィックス力を発揮しました。仕上がりの崩れは、ほとんどなく、反対にツヤ感が取れたことでさらにマット感が増したのも、特徴です。リストの次の製品は、摂氏38度、華氏99度リップスティック、東京不老不死。摂氏38度、華氏99度リップスティック東京は、乳酸菌、ラフローラ EC-12 を高配合し、唇に潤いを与えます。少し盛り上がったくれない先は、唇の丸みに沿って当てやすく、引っかかりを感じることなくスルスルと伸ばせるのが、好印象です。濃厚な色合いの -2 ブラウンは、ほんのり赤みを含むため、顔色が暗くなりすぎず、濃い色が苦手な人にも使いやすいカラー。質感はセミマットにもクリーミーにも見えるふっくら感があり、つける人によって仕上がりのニュアンスが異なるような印象を受けます。1回のティッシュオフで均一に色落ちしたものの見た目は薄いブラウンリップに近く、唇に均一に色味を残すことはできました。次の製品は RMK ザリップカラーエキップ。生っぽさを残したローグローなツヤ感をアピールした RMK ザリップカラー。マットリップのようなやや重い塗り心地ですが、唇表面に控えめなツヤができ、歌い文句通りの質感を楽しめます。先端のカーブが急で広角は縁取りしにくかったものの、湾曲した紅先は唇に密着させて、つけられるのが好感です。例語デディケーションは、温かみのあるブラウン系で、見たままのカラーがそのまま発色。色付きが柔らかく優しい印象に仕上がるため、ナチュラルメイクやトレンドの抜け感メイクにぴったりです。ティッシュには、全体的に色移りしたものの見た目の変化は、全くなく、発色、質感ともに付けたての仕上がりをキープできる、高い密着力が光りました。リストの次の製品は、ルージュディオールウルトラルージュパルファン。クリスチャンディオールジャポン。レッドローズヌード系など、色っぽカラーを中心に取り揃えた、ルージュディオールウルトラルージュ。小回りが効く、細めのスティックは、塗り口が緩やかにカットされており、唇に当てやすい形状です。また、程よい硬さがあるテクスチャは一塗りでしっかり色づき、ワンストロークで仕上げられます。ローズウッド系の、843ウルトラクレイブは落ち着きのあるくすみカラー。ほんのりツヤがかったサテンは唇表面がしっとり見え、シワをナチュラルにぼかせます。1回目、2回目のティッシュオフともに唇表面の色がうっすらと落ちたものの、
ツヤ、色味の両方を残すことができ、マスクメイクにも期待できるでしょう。リストの次の製品は、ルージュエッセンシャルシルキークリームリップスティック資生堂。ローラメルシエの口紅は、唇に沿うよう設計された丸みを帯びた形状が特徴。摩擦や唇が引っ張られるような感覚なくフィットし、均一に色づくのが好印象です。レーゴブルーナトゥレルは、チョコレートのような暗めブラウンで、唇にのせると本体の色味よりも明るく発色し、トレンドのくすみリップが叶います。滑らかなテクスチャが唇の縦じわを隠し、さりげないツヤ感を表面にプラス。ティッシュでオフすると、ツヤ感が失われセミマットに近い質感になったものの、仕上がりの色ムラはなく、さらに柔らかい印象になりました。2回目のティッシュオフでは下唇を中心にうっすらと色が落ちた程度で、すれには強いと言えます。次の製品はルージュボリュプテシャイン日本ロレアル。保湿成分としてザクロ果実エキスを配合し、体温でじんわり溶ける生ツヤ感を楽しめるイブサンローランのベストセラーリップ。みずみずしいツヤはわざとらしさを感じさせることなく、唇に馴染み、縦じわを瞬時に目立たなくします。ティッシュで抑えることで、色味はかなり薄くなった一方で、ツヤ感は程よく残ったため、粘膜リップのようなナチュラルな仕上がりに。ブラウン系の76レッドインザダークは見た目よりも赤みが鮮やかに発色。果物をかじったようなじわっと感も出ることで色っぽい印象の唇に仕上がります。滑らかなテクスチャが唇の上でスルスルっと伸び、ベタつきがないしっとりした塗り心地も好印象です。このリストは理にかなっていると思いますか？コメントを残してください。ビデオの説明に製品リンクがあります。最新のレビューに追いつくために、チャンネルを気に入って購読することを忘れないでください。